キンバリー・ガルシア、30ペルー、が陸上女子競歩で世界記録を樹立したが、認定を受けることができなかった。主催側が距離測定を誤ったという、なんとも呆れた理由のためだった。ガルシアは29日、現地時間、チリ・サンティアゴのオイギンス公園で開かれた、2023パンアメリカン競技大会、陸上女子20キロ競歩で1時間12分26秒でゴールインした。 両下玉、中国が2021年に立てた世界記録の1時間23分49秒を10分以上も短縮する記録だった。ガルシアが2022年世界陸上競技選手権大会で優勝した当時に記録した1時間26分58秒よりも14分32秒早かった。だが、ガルシアの記録は認定を受けることができなかった。 コースの距離が約3キロ短くセッティングされたことが競技後に確認されたためだ。ガルシアの他にも世界記録を立てた選手が続出した。15人中14人が完走し、そのうち12人が早くゴールした。結局大会組織委は順位は認めることにしたものの、すべての選手の記録は無効になった。パリオリンピック、五輪、出場のためのランキングポイントもなくなった。 コース再整備のために引き続き開かれる予定だった男子競技も1時間以上進行が遅れた。ガルシアは競技後、1キロ区間を通過してから気がついた。タイムと距離が一致しなかった。コントロールを失わないように努めた、とし、多くの選手が来年の五輪出場のための記録が必要だった。天候に恵まれていただけに残念だ、と話した。4位に入ったビビアン・ライラ。 ブラジルも男子選手よりもペースが速かったとし、レースの途中で異常を感知したと明らかにした。パンアメリカン競技大会は米国地域で開かれる総合国際大会でアジア競技大会のような性格を持つ大会だ。大会組織委は競技経路を正確に測定できなかった。選手やコーチ、ファンに迷惑をかけていかんだが、組織委の責任ではないと話した。 大会の進行を務めたパンアメリカン陸上協会はコメントを出すことができなかった。